2020年2月19日、文部科学省宇宙開発利用部会で正式に国のプロジェクトとして認可された JAXA の火星衛星探査計画 MMX。すでにミッションの概要は JAXA の公式チャンネルでも紹介されていますので、この動画では日本惑星科学会に所属する一研究者の視点で一般には報道されない文科省発表資料に隠された野望を紹介します。ここで注目するのは19ページに載っている成功基準の表です。成功基準とは 企業でいう売上目標に相当するもので、業界的にはサクセスクライテリアとも呼ばれています。資料の41ページに、成功基準のさらなる詳細が書かれています。基準は3段階に分かれており、ミニマムサクセス、フルサクセス、エクストラサクセスが定義されています。企業に例えると、それぞれ、採算ぎりぎりの最低限の売上予想通りのまつまつの売上想定以上の売上げに該当します。この中に、 火星飛来物質を探すという表現が出てきます。火星飛来物質とは何でしょうか ?MMX は火星の衛星フォボスからのサンプルリターンを狙うミッションです。そのため、基本的には火星ではなくフォボスの物質を取ってくるのですが、フォボスの表面には火星本体から供給された物質も一定の割合で存在していると考えられます。これを火星飛来物質と呼んでいます。こういった物質の存在を仮定することは別におかしいことではありません。例えば地球にも 月から飛んできた隕石が来たりしていますので、惑星と衛星の間で物質のやり取りがあるのはごく普通のことです。2019年に JAXA や千葉高大、東高大などのグループが、フォボス表面に存在する火星飛来物質の量を理論的に推定しました。その結果、MMX で採取する予定の 10g のフォボスサンプルの中に、火星飛来物質がおよそ34粒程度含まれると見積もられました日本はハヤブサが持っって帰った。 小惑星の微粒子の分析を行った実績がありますので、日本の研究者にとっては分析できない量ではありません。つまり、JAXA はフォボスの表面物質だけでなく、火星本体からの間接的なサンプルリターンも狙っているのです。このことは何を意味するのでしょうか。火星からのサンプルリターンは、巨人なさですら成し遂げていない。人類の夢とも言える偉業で 各国のの宇宙機関がしのぎを削る分野です。日本の MMX は2024年に打ち上げられ、2025年にフォボスに到達し、地球へのサンプルリターンは2029年に予定されています。一方、アメリカとヨーロッパの合同ミッションである MARS サンプルリターンミッションは、2026年に打ち上げられ、火星表面でサンプルを回収し、2031年に地球に帰還する予定です。また、中国の火星サンプルリターンミッションは2028年に打ち上げられ、 地球期間は2030年以降になると見られますつまり JAXA の MMX ミッションは他国の火星ミッションに先駆けていち早く火星本体からのサンプルを持って帰る可能性があるのですもしあなたが日本の10倍以上の予算を持つ他国の宇宙機関の人間だとしたらこの状況をどう思うでしょうかもちろん MMX ミッションは火星から間接的にしかサンプルを持って帰れないので直接火星本体から資料を採取する 他国のの火星探査機の意義が失わわれるわけではありません。地質学においては採取したサンプルそのものだけでなく採取した地点周辺の地質的な状況も非常に重要視されます例えばある石が落ちていたとしたらその石が山の中にあったのか砂漠にあったのか氷河の上に落ちていたのかで全く意味が変わってくるからです MMX で採取される火星飛来物質は火星のどこから飛んできたのかわからないと予想されるため科学的な価値としては1段階落ちます しかしそれでも人類初の火星圏からのサンプルリターンという偉業は揺るがないでしょう予算や人員に厳しい制限がある日本の惑星探査業界において研究者たちが知恵を絞って生み出したアイディアの結晶が MMX です人類初の火星サンプルリターンを目指してすでに競争は始まっているのですそれでは今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画で使った文科省発表資料については概要欄にリンクを掲載していますので 興味がある方はご覧ください。研究者や官僚たちがどのような戦略で探査計画を立案しているのか、そのプロセスを垣間見ることができますのでおすすめです。最後まで見ていただきありがとうございました。